こんにちは、時の小石です。今回はコメントで多かった医師関係の本を紹介しようと思ったのですが、本の紹介は著作権の関係で表紙すら写せないことが分かりました。本の紹介はまた別な機会に表紙を写さない方法で紹介してみようと思います。そんなわけで今回は開封動画にしました。水石を買ったので開封してみます。厳重な梱包です。まるで眉のようですね。皮はまた眉です。やっと出てきました。北海道産カムイトタンです。立派な台座がついています。底切りなしの産石です。要は自然のままの石ということです。古いものなので、台座の割れ防止に亜麻仁油を塗ることにしました。石の方も軽く艶出ししたいと思います。水石でよく使われているのがこの床用ワックスらしいですが、有機溶剤が使われているので自分は使いません。
代わりに、これを使います。ガワ用クリーム、ラナパーです。天然素材で、手にも石にも優しいです。ツヤも自然で、家ならば、中性洗剤で簡単に洗い流せます。ここで、ご注意です。水石によっては、溶石、いわゆる、雨風に当てて風合いを出したもの、がありますが、そういう石には使いません。こんな感じにツヤが出ます。塗ったばかりは派手ですが、一日置くと落ち着きます。ラナパーは化粧品としての基準をクリアした原料のみを使用しているらしいので、こうやって手で撫で回しても安心です。どうでしょう。どことなく生命を感じます。さて、改めて鑑賞してみます。北海道産、カムイコタンです。鉱物としては、変成岩になります。約1億数千万年前、海底火山の噴火で生成された変成岩です。カムイコタンは、黒、青黒、緑など、肌質も色合いも様々ですが、この石は緑系です。台座がつくと、かっこいいですね。最後に、お茶香炉とランプを灯しながら、終わりにしたいと思います。
の石が地球によって作られたのが約1億数千万年前。その後、数十年前には人によって広がれ、幾度の人の手を伝ってここにやってきました。この石はこれからも石として存在し続けます。それは自分がこの世から消えた後もずっと。これから先、この石はどんな世界を見ていくんでしょう。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。